しないから。この写真はお化粧が完成した時に撮った最初の写真です。私は空の少しはにかんで恥ずかしがっているような優しさがにじみ出るような顔が好きで、写真集でもそれはきっと現れているけど、これは私の趣味です趣味新しいお化粧を見るとありがとう。この1年、空は自分のやりたい方向を
自分でいろいろ考えて、私は私でホロライブで働いて、ホロライブのみんながどうアイドルできるかを考えるという、お互いに挑戦の1年だったと思います。最初ゲリラで放送するとツイッターで見た時すごくドキドキしました。スタジオでスタッフさんもいる中だったけど、私はとてもハラハラして見ていました。でも楽しくいろんな放送している空を見て、今は信じてよかったなと思っています。自分から曲を作ったり、ホロライブのみんなに突出したりしている空を見て、ほんの少しだけ寂しい気もするけど、それ以上にとても嬉しいです。私も私で安心して自分のお仕事を頑張ろうと思います。空がみんながもっとアイドルできるように、夢に近づけるように、私もひっそりと裏方としていろいろ挑戦中です。また喜んでもらえるような嬉しいお知らせができるように、実は今も挑戦中です。楽しみにしててね。そして3年目もこれからも一緒に頑張りましょう。これからも止まらずに進んで、少し疲れたらいつでも私に話してね。空友第1号余人家より。運命だとか未来とかって言葉がどれだけ手を伸ばそうと届かない場所で僕ら恋をする。時計の針も二人を横目に